ずるいだ。おい、スタート。バー、友達です。今日はですね、なぜか仙台におります。後ろ、伊達政宗公がいらっしゃるんですけども、なぜいるかということは後から説明しますんで、とりあえず今は仙台青葉城市におります。はい、有名な方でございます、仙台では。奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊長谷倉常長でございます。政宗様の命を受けてヨーロッパへ渡った侍でございます。ようこそ仙台へおいでくださいました。ありがとうございます。仙台は何度もいらしてるということで、5、6回行ってるんですね。そうでしたか。嬉しいことでございます。あ、そういえばね、一昨年か、釜石ラーメン物語っていうのがあります。それは出てるんです。そうでございますか。彼も一応出てる。さすが。じゃあちょっとチェックをさせていただきます。はい、ありがとうございます。どうぞ。で、片付けない。この後もどうも。変なオープニングでびっくりしたでしょ。ちょっとね、野暮用でね、仙台とそれから石巻に行ってきました。それはまた後でご紹介しますんで、とりあえずこれね、仙台のね、青葉城のね、青葉城ってのは今ないんです。石垣、こう山の上になって、お城がここにあったよってだけで、まあ、要は青葉城市ですね。に、護国神社ってのがありまして、その先のお土産物屋さんで買ったんですけども、伊達メガネと書いてあります。伊達メガネってのは何ていうのかな、度が入ってない素通しのメガネのことを普通言うんですけども、これやっぱり仙台の五重様、伊達政宗にかけたんですけど、伊達メガネっていうね、昔タモリさんがこういうメガネかけてましたけども、まあそんなことで、買ってきたんですけども、これとってもかけてると疲れるんですね。こっちが黒くてこっちが白いんで、白っていうか透明なんで、なんで、元に戻しますけども、とりあえず仙台とそれから石巻に行ってきましたよーというオープニングでございます。まあ仙台はその石巻に行く途中にね、新幹線で仙台まで行って、それから仙石線だっけ、仙石線だっけ、仙石線だよねっていう電車で本当は石巻って行くんですけども、友人が迎えに来てくれまして、で彼が毎年仙台青葉城市で、8月15日の終戦記念日の前後にね、戦争展というのをやるんですよ。でそんなこんなで、まあ石巻に行くついでに青葉城も見学していこうというので、さっきのオープニングの映像になったんですけども、何しに石巻に行ったかと言いますと、石巻出身のね、丸山プロデューサーという、もうベテランのアニメのプロデューサーがいまして、この世界の片隅に、僕のこのページ見てらっしゃる方は皆さんご存知でしょうけども、僕も声をやっております。この世界の片隅にの、まあ、ヒットプロデューサー、一番偉いプロデューサーさんですね。が、石巻のご出身なんですよ。で、まあ、丸山さんの、温度取りでね、みんなで行って、なんかこう、わーわーやろうというだけの企画だったんですけども、ちょうどね、台風10号のね、変な台風来てたじゃないですか、8月の終わりに。なんか、こんななって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 いくやつね。あれの真っ最中だったんでね、結構ヒヤヒヤしましたけども、だから僕もね、買ったばっかりのね、高級雨かっぱと、から風に強い壊れない折りたたみ傘ってのを持ってったんですけども、結局なんか台風が東京の手前ぐらいでね、なんかこう迷走を始めて、仙台の方はね、あまりそんなひどい雨は降らずに、一度も使わずに済んじゃったという、ただそんだけの話でございます。石巻というとね、一番有名なのは何かというとね、漫画家のね、石森章太郎さんを記念したね、石森漫画館というのがあるんですけども、まあ中はね、ちょっと大人の事情でね、収録できなかったんですけども、外回りは一応撮ってきたんで、この後ちょっと動画をご紹介します。石森漫画館です。あれ、最上川だっけな、川のね、真ん中、中洲にある、こういうね、ゆで卵みたいな建物なんですけども、そこがね、2011年でしたっけ、東日本大震災の大津波でね、現れたんですけども、まあ、石の森漫画館自体は、こういう卵みたいな形なんで、建物自体は全然被害がなかったんですよ。もちろん、汚くはなりましたよ。で、なおかつ水に浸かった1階部分っていうのがね、まあ、入り口のエントランスと、それからお土産物売り場とか、あとは事務所とかだったんで、石森章太郎先生の
なんか原稿とかが置いてある、展示してある階は2階から上だったんで、その展示物に関してはほとんど被害がなかったらしいんですけども。で、川の中州なんで、もともと川ってのは水が流れてるわけ、その水は増えたり減ったりするわけじゃなくて、それをある程度計算して作られてるわけなんで、まあ、津波はもうその想定外だったんですけども、でも、意外とね、その、水かさは増えたけども、その流れ自体はね、そんなに速くなかったんじゃないかなと僕は思ってるんですけども、まあ、被害もほとんどなかったみたいで。で、不思議なのがね、石森漫画館のね、真ん前にね、小さなね、木造の教会があるんですよ。で僕、2010年に、津波の前の年に行って、その教会も見て、わあ、素敵な可愛い教会だなと思って見てたんですけども、そこがどうなったかなと思ったら、そこもご無事で、綺麗に復興されてました。石森漫画館の外観全景でございます。台風明けで川がね、かなり濁っておりますけども、石森漫画館の前です。サイクロンがいます。珍しい漫画版の仮面ライダーですね。ドラマと変わんないけど、道案内の新宅です。ロボコンです。あれなんだっけ、ほら仮面ライダー、それ車のやつの仮面ライダー、そうそうそう、ライダーじゃない、ライダーじゃないんだけど、あ、カメラで捉えてた、だってじゃない、さっきも言ったように石森漫画館の中の展示物に関しては、撮影ダメなんで、で動画がね、静止画でちょっとお知らせしますけども、ちょうどクレヨンしんちゃんのなんか仮面ライダーのコラボのアニメのやつがあったんで、それの企画展をやっておりまして、でまず見つけたのがね、これ私の大好きなクレヨンしんちゃんに出てきます、アクション仮面ですね。アクション仮面のね、1分の1のマスクがありまして、これそのうち作ってやろうと思って、資料で写真を撮ってきました。アクション仮面のベルトのバックルですね。で、まあ、横がこんなもんで、漫画はね、こんなにかっこよくないんですけども、まあ、1分の1を作るんで、とってもかっこよくできてますけども、アクション仮面でございます。で、なぜかね、これなんだっけ、プリプリザイモンでしたっけ、これの人形も飾ってありました。もちろんね、いろいろ、クレヨンしんちゃん絡みの展示物あったんですよ。で、まあ、一度いらしてください。とっても素敵なね、仮面ライダーのね、全部の、本当に全作品の1分の1のね、マスクが飾ってありますから、これだけでも見応えあります。石森漫画館、駅からね、歩くとね、20分ぐらいかかるかな。まあ、タクシーに乗って、1000円ぐらいかな。川のね、中洲のど真ん中にありますけども、ぜひ一度、石巻に行ったら、行ってみてください。その丸山プロデューサーと片渕さんのトークショーというのがね、市内のね、なんていうのかな、新しくできた市民施設みたいなところの昇格室みたいなところであったんですけども、行ってみたらね、まずこいつに出会いました。こっちね、これは友達の奥さんです、地元の、水口マネージャーというね、片渕さんのイベントに行くとね、どこにでもいるやつなんですよ。で、よく片渕さんのアニメのイベントの、なんていうか、イラスト画を描いててずっと。で、片渕さんと仲良くなって、今やなんていうのかな、専属報道マン画家になっちゃったやつなんですけども、なかなか面白くて、僕も仲いいんですけども。で、まあ会場自体は、こんな感じのトークでございまして、この方が丸山プロデューサーで、虫プロの鉄腕アトムのアニメの初期の頃からの、まあ、要はアニメ業界の大ベテランでございますね。で、片渕監督と、で、こっちがね、牧さんって言ってね、この世界の片隅のもう一人の若い方の、まあ、プロデューサーなんですけども、まあ、とにかくね、そんなこと話していいのかというのは、もう、まあ、公開して6年か7年か経つんで、いろんな裏話とかね、ボロボロ出てきまして、もう、本当にここでね、ご紹介できないような話もいっぱいありました。聞いてる分にはとても楽しかったです。なぜか私もね、引っ張り出されまして、ちょっと簡単にご挨拶をしたんですけども、お客さんで言ったんですよ。
でもね、なんか、で、皆さんと、まあ、記念写真を撮ってきました。まあ、この話の内容はね、どっかまた別のページで、もしかしたらアップされるかもしれない。されないだろうな話がやばかったんで。で、まあ、お久しぶりでございますという話と、それから、新作のね、今、片渕監督が一生懸命だって作っております、鶴ばみ色の亡き子たちというね、まあ、平安時代を舞台にした、枕の草子ですとかね、あの辺の、時代をテーマにしたアニメのお話もちょろちょろっとありつつの、とっても愉快で楽しいトークショーでしたけども、まあ、ほんとさっきも言ったけど、台風のど真ん中だったんでね、結構大変でした。で、まあ、いろんなね、美味しいものもね、地元のね、料理も食べたんですけど、まあ、それは、これだ。これがね、水口マネージャーの描く絵なんですけども。で、こっち側の、新太君って言って、石巻の地元の僕の、親友なんですけども、通称、新太軍曹という、やっぱり軍曹マニアさんで、彼なんかのグループが主催して、いつも、仙台青葉城の、青葉城市の、五国神社の社務所みたいなのがあるんですけど、そこで毎年終戦の日、8月14、15日に、あんまり戦色のない戦争ってこんな大変だったんだよっていう感じの展示をしてまして、僕もまあ、展示物を毎回なんか協力してて、今年はね、海軍のね、弁当箱、僕海軍弁当箱コレクション、何週間前にご紹介しましてね、あれを、貸し出したんですけども、まあ、毎年、盛況で終わっております。あの辺の名所といえばもう一つ、航空自衛隊松島基地ですね。ブルーインパルスの本拠地ですけども、ブルーインパルスの本拠地の松島基地の周りもちょっとこう、巡ってもらったんですけども、まあちょうどお休みでしたし、日曜日だったんで、訓練はしてませんでした。で、ちょっと面白いとこ連れて行くねって連れてもらったのが、その仙石線、仙台から石巻まで走ってる仙石線のね、鹿妻駅って言ったかな、鹿は奈良や宮島にいる鹿ですね。に妻は奥さんの妻を隠す鹿妻駅っていうね、駅員も誰もいない、無人駅なんですよ。ホームも一本しかね、単線ですから。なんだけど、その駅前、まあ駅前降りたらもう何もないとこで、目の前がその松島基地の一番寂しいあたりなんですけども、そこの駅前にね、なぜかね、ブルーインパルスのね、飛行機がね、飾ってあるんですよ。これ本物ですよ。エンジンはね、もうなくて、まあ簡単に言うとスクラップを、綺麗にそのブルーインパルス、これも元々練習機ですから、ブルーインパルス色に塗って、展示してるらしいんですけども、本当にね、写真撮り放題、見放題。まあ、まず、普通の人がいない駅前です。本当に寂しい駅前なんですけども、鹿妻駅。もし、石巻に行くことがあったら、途中下車して見るのも手なんですけども、1時間に1本とかね、下手すると2時間に1本しか電車がないんで、その辺は時刻表とよく、検討して、行ってください。本当にね、ここで、僕が向いてる側は、20歩くらい行くともう駅の入り口なんですけども、鹿妻駅の真ん前の、ブルーインパルス風塗装をした練習機ですね、の展示があります。地元でね、まあ、いろいろ美味しいものもごちそうになりまして、こんなのとかね。一瞬しか見せないけど。それから、これ、アナゴ寿司です。これ美味しかったです。それから、これはね、新幹線、東北新幹線に乗ると売ってるんですけど、牛肉ど真ん中というね、本当にね、牛肉のそぼろだけしか入ってないご飯と、あと、ちょっとしたおかず書いてる。これ美味しいです。お値段がね、1500円ぐらいはしますけども、いわゆるなんていうのかな。幕の内みたいなお弁当じゃなくて、とてもね、食べ応えがあってね、美味しいです。もし東北新幹線乗られることがあったら、東京駅でもなんか売ってると思うんで、買ってぜひ食べてみてくださいということで、とりあえず、簡単に石巻ツアーでございましたけども、この後は例の話です。で、この間からね、せっせと作っておりました。これ。
M240 の火炎砲石ですね、植民地海兵隊エイリアン2のね、一応出来上がりました。で、このね、ガスタンクというか、まあ、マガジンですね。燃料タンクを何色にしようかとか、いろいろ考えたんですけども、映画の中で見るの、ただのね、なんか黒っぽい色にしか見えないんだけど、で、今回ね、ちょっとね、まあ、これはもちろん僕の作業場の飾りにしかなんないんで、とりあえず赤っぽくしてみました。ね、これからね、もうちょっと汚しはかけると思うんですけども、読めるかな？こうか。こうですね。CMC、コロニアルマリンコ、植民地海兵隊の M240、ファイヤーなんたら海洋先というのが書いてありますけども、これもまあちょっと何か何もないと寂しいんで、で、これが見えなくなるぐらいこれから汚しはかけますけども、とりあえず、できたよーという。できたよーという。で、これから、こっからね、こっから、ここへ、つく、ショルダーストラップ、リプリーが、パルスライフルとこうやって縛り付けるじゃないですか。あれに使うので、結構重要な小道具なんですけど、それを探そうと思うんですけど、あれ軍用のね、多分無線機かなんかのね、ストラップだと思うんですけども、なかなかね、もう現物がないもんなんで、まあ見つけたら、つけて飾ります。ということで、今日は複合題材の、火炎放射器ができたよってだけだと尺が短いんで、ちょうど仙台ツアー、石巻ツアーをやったんで、それのご紹介も兼ねての、一本でございました。かわいいでしょ？これね、旅先で使うために作ったカチンコ、ミニチュアカチンコなんですけども。はい、トッチーチャンネル。また来週、To be continued。はい、トッチーチャンネル、OK! また来週。うわぁ、驚いた。